ありがとう。またルビーってば転びそうになっちゃったよ。毎日歩いてる道なのに、どうして転んだり溝にはまったり、ワンちゃんさんに追いかけられたり、海に落ちたりしちゃうんだろう。あのね、これでもルビーは転ばないようにすっごく気をつけてるの。だって、アクアのステージに上がった時に、ルビーだけ膝小僧にあざがあったらかっこ悪いでしょ？スクールアイドルは可愛くて眩しくて完璧に踊って、あざなんかなくて綺麗なスラッとした足で。うん、それがルビーの憧れのスクールアイドルなの。憧れのスクールアイドルになるためにも、今日からルビーは、ドジは卒業したルビーになるんだ。だから、もっと足元をよく見て、海に落ちないようにするの。って、うわぁ！なんでうまくいかないの？